九州美術ゼミナールの外観九州美術ゼミナールは熊本県熊本市中央区にある芸術大学美術大学及び高校美術科美術コース受験のための予備校を1978年に青木市美術研究所として開設1988年に九州美術ゼミナールと解消し現在へ至る美術大学受験の予備校として 東京芸術大学、武蔵野美術大学、多摩美術大学など、関東圏の芸大、美大をはじめ、関西圏や九州の芸大、美大、教育学部系の美術コースを持つ大学などに多くの合格者を輩出。近年は、デザイン系学科の受験指導の充実を図り、合格実績を上げている。また、 中学生に向けたコースも開設。美術科や美術コースを持つ熊本県内の高校へ合格者を多数輩出している。2019年3月現在の合格者のべ人数は1600名超。他に実技の基礎学習にも重点を置いており、受験前の基礎力の向上のための指導も行っている。2019年4月より、スタジオ祭を土曜日に開設。 デッサン基礎コース CG イラストコースカルチャーコースを設けて美術に関連する多様な学びや体験の場を提供する。絵画クラスデザインクラスたまびじー、むさびしでクラス黒いやや小さい四角形、週5日、コース受験会や幹部黒いやや小さい四角形、絵画クラスデザインクラスたまびじー、むさびしでクラス佐賀大熊大クラス黒いやや小さい四角形、週3日、 コース受験基礎科や幹部黒い矢や,や小さい四角形、高校1.2年生クラス黒い矢や,や小さい四角形、週1日コース高校受験科や幹部黒い矢や,や小さい四角形、中学3年生クラス黒い矢や,や小さい四角形、週1日コース基礎科や幹部黒い矢や,や小さい四角形、中学1.2年生クラス。ありがとうございます。